クリュアス原子力発電所は、フランス共和国アルデシュ県、クリュアスとメッスの間に所在する原子力発電所。施設は、ロール川の西岸にあり、モンテリマールから北へ 7km、バランスから南へ 30km に位置している。クリュアス原子力発電所は1976年から建設工事が始まり、1984年に1号機の 商業運転を皮切りに合計4機が稼働する。本発電所はローヌアルプ地域圏の電力需要の40%を供給している。敷地面積148ヘクタールで約1200人の従業員が働いている。1991年、フランス電力公社とアルデシ県一般評議会は生態学をモチーフにした壁画の作成を決定した。高さ五十五メートル。 面積13,500平方メートルの壁面に国立高等美術学校卒業生のジャンマリー・ピエレによって描かれる。4機の冷却塔には1機あたり9人の登山家の援助を受けた。フレスコ画は水と空気を原型とし水が目座を形作る。1991年11月15日に開始され、その当時は世界最大のフレスコ画であった。 ジャンマリー・ピエレの作品は 15cm 四方の大量60万枚使用し、8000時間の作業時間と基本となった3色4000リットルの塗料を使用した。1999年1月28日、作業員2人の避難の結果として放射性物質が排出された。この事故は国際原子力事象評価尺度レベル1に分類された。 2004年初頭には定期検査で地下施設からトリチウムを検出した。NGO 団体クライアーットはアルデシュ県一般評議会議長に詳細を要求し、クリアスメス地方情報評議会議長も事態の再現を防ぐため、規制するため所内にピエゾメーターの設置を実現させる。2009年12月2日、フランス電力は4基の原子炉のいずれかに、 接続している冷却系に事故が発生したと推定した内部緊急計画を発動する。事態は原子炉冷却システムで使用する冷却水をローヌ側から取水していたが、破片など異物混入のため冷却水の取水が中断される。原子力安全局は事態解決後に内部緊急計画を解除し、国際原子力事象評価尺度レベル2に分類した。 この事件は、冷却源全損失を呼ばれた。2011年8月2日から3日のシニアに、マグニチュード4.5の地震が発生した。震源は発電所から南西 30km の地点であった。2011年12月5日、環境保護団体グリーンピースの活動家2人が、所内に侵入し、活動家は、所内の様子を一日がかりで、ビデオ撮影し、 警備体制の脆弱性を示した。核原子炉の特性は以下の通り、ありがとうございます。